難読漢字、正答率 30%、 難しい読みの漢字問題が全部で24問です。では始めましょう。第1問、この漢字何と読む？正解はいじる。指先や手で触ったり撫でたりすることです。第2問、この漢字何と読むでしょう？正解は憂い。予測される悪い事態に対する心配、気遣いです。第3問、この漢字何と読むでしょう？正解はのんき。性格や気分がのんびりとしていることです。第4問、この漢字何と読む？正解はなじる。悪い点、不満な点をことさら取り立てて攻めて問い詰めることです。第5問、これ何と読む？正解はあぐら。両足を組んで座ることです。第6問、これ何と読む？正解はすこぶる。普通のまたは予想した程度を超えてという意味です。第7問、この漢字何と読みますか？正解は手ぐすね。十分に備えてことに臨むことです。第8問、これ何と読むでしょう？正解はかねて。前もって、あらかじめ、以前からという意味です。第9問、これ何と読む？正解はこまやか。まとまりになっているものの一つ一つの要素が微小な様です。第10問、これ何と読むでしょう？正解は刹那。極めて短い時間、瞬間という意味です。第11問、これ何と読むでしょう？正解はこまねく。両手を胸の前で組み合わせることです。第12問、この漢字何と読む？正解はがれき。瓦と小石のことです。
第13問。この漢字何と読むでしょう。正解は仏壺。金属を溶かすのに使う壺です。第14問。この漢字何と読む。正解はテコ。小さい力を大きな力に変える仕組みです。第15問。この漢字何と読むでしょう。正解はとかく。あれやこれやという意味です。第16問。この漢字何と読むでしょう。正解はじんましん。皮膚の一部が突然に赤く盛り上がり、しばらくすると消えてしまう病気です。第17問。この漢字何と読むでしょう。正解はぼかす。濃淡の境をはっきりさせないで、だんだん薄くしていくことです。第18問。この漢字何と読むでしょう。正解は今度。金属や土で作った持ち運びが便利な炊事などに用いる小さい炉です。第19問。この漢字何と読むでしょう。正解はつかむ。手でしっかりと握り持つことです。第20問。これ何と読むでしょう。正解はとどろく。大きな音が鳴り響くことです。第21問。これ何と読む。正解はすぼむ。縮んで狭くなることです。第22問。この漢字何と読む。正解はかたどる。物の形を写し取ることです。第23問。この漢字何と読むでしょう。正解はこぞって。一人も残らずという意味です。第24問。最後の問題です。この漢字何と読む。正解はつかさどる。職務として取り扱う、担当するということです。